官僚じゃ。知性どもの領域にある転移門に精霊の道を接続する大転移術、里全体を使う転移時、鬼神と結ばれた機体、我ら魔女の力が合わされば可能じゃろう。恐ろしく繊細な制御が必要じゃが、客人の助けも借りられそうだしの。コツは飲み込んだわ。要はクラッキングと同じね。ずれたら戻せばいいんだよね。キーヤも頑張る。本当に頼もしいというか。ああ、つくづくいろんな人たちに助けてもらっているな。転移の際の水先案内は私とアルティナさんが務めます。俺もサポートさせてもらおう。風を読む技が使えそうだ。皆さんよろしくお願いします。それとユーナさんたちも。うん、任せて。この4機で精霊の道を開き、7組全員を転移させる。オカルト全開だが、せいぜい協力してやるよ。そして何より重要なのが私たち全員の思いですか。うむ、すでに説明した通り、一回限りの後戻りはできぬ術じゃ。姿勢の領域に入れたはいいが、再び戻れる保証はどこにもない。そんな七に飛び込んだとしても、取り戻す覚悟が主らにあるか。逆説的ではあるが、それが術の成功を左右する最大の要素であろう。そうね、ここから先は精神論になっちゃうかも。お兄さんのことどう思う？それが鍵になるんじゃないかな。今更な話だよね。起動者としてではなく、僕たち全員の重心として。やはり彼がいなくちゃ僕たちは始まらないだろう。あいつとミリアムの思いや決意を無駄にしないためにも。かけがえのない大切な人をこの手で取り戻すためにも。我らは翼となり、カイナとなら真っ暗な地の底からリーンを引っ張り上げるために。なんという整列だ。いい反応だね。はあ、なんかすごいな。私たちだって同じです。たくさんの文句とお礼をぶつけるために。重すぎるものを背負った背中を少しでも軽くするためにも。ミリアムさんの決意の証でもある剣と共に取り戻すためにも。7組という可能性を夢見てしまった落とし前をつけていただくために。胸ぐらをつかんででも暗がりから引きずり出してやるよ。本当に過保護ね。木は熟した。おばあちゃん、皆さんどうか始めてください。うむ、まずはかの地へのパスを開くぞ。リブソア小さき川、資源へと遡る流れ。インディカントピルクリメセとピルナス、結ばれし絆とちぎりよ。始まったようですね。おい、そいつは
まさかエリンで有望たちが。ええ、リン君たちの救出作戦を始めたのでしょう。この防空体制では厳しいかもしれませんが、せめてもの保険をかけておきましょうか。来たか。ん？一体何を？これはまさか。まさかこの場所を突き止めるとはね。うん、ちょうど居合わせたのは行幸と言うべきか。不可侵の黒の工房、侵入者は初めてなのかしら。そのための君たちだ。役目を果たしてもらおう。三手に分かれて各研究所に向かってくれ。承知。デュバリーはどうする？気は進みませんけど、この人と向かいますわ。任せたわよ。しっかりやりなさい。クロ、くれぐれも妙な気は起こさないでくれ。彼らは何も分かっていない。それを分からせてあげてほしい。そいつは同感だ。ま、適当にやらせてもらうぜ。そちらの彼女のお披露目もちょいと気になるけどね。乙女たちの気配がするな。そちらは任せてもらおうか。本当に気まじめだな。迷った末の分かれ道、進むべき道は見えてるのに前に踏み出せねえといったところか。私は。てなわけで賭けをしないか。え？何？コイントスで決めようってんじゃない。とりあえず奴の様子を見に行くとしようぜ。戻ってみれば面白いことになってんじゃねえか。小僧どもの行き着く先、せいぜい見届けさせてもらおうか。
そこか。取り戻した。もっとだ。もっと取り戻さないと。受け継いだ術、できれば使いたくなかったけど、ああもうあんたのせいだからね。待ちなさい。今のってなんか頭の中に浮かび上がってきた。リーン、それにセリーヌなの？ええ、ですが様子が変です。暴走、それに近い状態なのだろう。だが二つの門を掴んだ。手勢を二手に分けるか。ああ、お願いする。編成はどうします？男女別でいいでしょう。男子は私がフォローするわ。お願いします。許可。行くぞ、新旧7組。はい、合点承知です。教官を取り戻すために。待ってろよ、リーン・シュバルツァ。リベテル掃除をせよ。テネブリクラキチンを料理に。聖どもの本拠地、黒の攻防か。地下センアージュにある隠されし領域、転用ゲートのハッキング成功したみたいだね。言っておくけど人型になんかなりたくないんだからね。この携帯じゃないと構成術式が。自立型の魔導兵器、良い周到な。戦術リンクを。ああもう、なんで私が。できる限りフォローしつつエマたちと合流しなくちゃ。邪魔だ。
行くわよ。また書きなさい、ディープオニキス。私の番ね。手当てするわ。また書きなさい、ディープオニキス。私の番ね。いや、さあ気合を入れなさい。